高橋友己は、静岡県三島市出身の元プロ野球選手。左投げ左打。実施は、フリーアナウンサーの高橋咲。野球解説者。三島市立中郷小学校2年生の時に、中郷ファイターズで野球を始め、当時は野手だった。三島市立中郷西中学校時代は、三島田型リトルシニアで、投手としてプレーした。加藤学園高等学校では2年生の時に、背番号1を背負うものの、3年生時では主に一塁手で、夏にはリリーフを務めた。怪我の影響もあって、エースにはなれず、球速も最速も時速 129km に止まった。一方で、甲子園出場経験はない。大学に向けて練習していた際に、当時の監督から腹筋と背筋を鍛えるために、命じられた滝木割によって筋力がアップした。岐阜聖徳学園大学1年生の時に、東海地区大学野球、春季リーグ戦に登板、3年生時の春に最優秀投手賞を受賞した。大学時代の同期には、井上講師がいた。大学卒業後、西濃運輸に入社し、1年目に、第82回都市対抗野球大会の2回戦、対 JR 東日本東北線の9回1死で、救援登板し、1回1、3を投げ自責点1で、敗戦投手になった。2年目の第83回都市対抗野球大会では、王子製紙の補強選手に選ばれ、1回戦、対 JR 東日本線に3番手で、救援登板し、4回2、3を投げ自責点0だった。その後9月に肩を痛めたため、第38回社会人野球日本選手権大会には出場しなかった。なお、社会人時代のチームメイトにはあずき、畑信也がいた。2012年10月25日に行われたプロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズに4巡目で指名され、契約金4000万円、年俸1000万円で仮契約を結んだ。背番号は43。なお、加藤学園高校出身者では、初のプロ入りとなった。2013年は、左肩のリハビリを行った。8月15日に一軍登録され、同日の対福岡ソフトバンクホークス戦の6回に、プロ初登板し、2、3回を投げ1失点だった。31日の対オリックスバファローズ戦では、同点の5回途中に救援登板し、1、3回を投げ、無失点で初ホールドを挙げた。シーズン最終戦となった10月8日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では6回途中で救援登板し、1回に3を投げ、無失点で初勝利を挙げ、同時に13試合連続無失点を記録した。2014年は開幕一軍入りを果たした。シーズン途中で抑え投手に指名され、4月19日の対オリックス戦でプロ初セーブを挙げた。25日のソフトバンク戦から無失点で5試合連続セーブを記録した。この年、チーム最多の29セーブとチーム3位の13ホールドを挙げた。同リーグの新人王争いでは、プロ1年目の石川歩美の後陣を拝したものの、記者投票での得票数は1位の石川に次いで多かった。シーズンオフの10月9日には、日米野球2014の日本代表に選出された。同大会では第2戦と第5戦でそれぞれ1回ずつを投げ無失点だった。2015年は開幕前から新加入のミゲル・メヒアとクローザーの座を競っていたが、オープン戦の結果によりミゲルが2軍へ降格したため開幕からクローザーに抜擢された。3月27日からのオリックスとの開幕3連戦でプロ野球史上初となる開幕3戦での3試合連続セーブを挙げると31日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦でもセーブを挙げ開幕からの連続試合セーブの日本記録を4に伸ばした。なお、登板5試合目となった4月5日の対ソフトバンク戦ではセーブはつかず記録は途切れた。7月16日に第1回WBSC プレミア12の日本代表第一次候補選手に選出されたことが発表された。監督選抜によりオールスターゲームのメンバーに選ばれ、7月18日に行われた第2戦において8回裏に6番手で登板し、1回を投げ1失点だった。7月は8試合に登板したが、そのうち6試合で失点し、3失点で2敗目を喫した25日の対、北海道日本ハムファイターズ戦の試合後には、投げることが怖いと話した。同月下旬に中継ぎに配置転換され、8月6日の対楽天戦では、先発から抑えに配置転換された、牧田和久がセーブを挙げた。牧田が27日の対日本ハム戦で先発に戻ったことで再び抑えを任され、28日の対楽天戦で7月7日以来のセーブを挙げた。9月23日の対オリックス戦では8回に登板、打球を処理しようとした際に右足をひねって倒れ、負傷交代し、25日に出場選手登録を抹消されたが、同日に行われた検査で右足の腓骨を骨折していたことが分かり、全治に3ヶ月と発表された。9月10日には第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表されていたが、この骨折により同大会への出場も事実上不可能になった。2016年は開幕を1軍で迎えたが、左肘の張りにより4月22日に出場選手登録を抹消された。その後、左肘内側側副靭帯の再建手術を受け、成功したことが7月26日に発表された。2017年6月3日、2軍での対横浜 DeNA ベイスターズ戦の9回に救援登板し、1回を投げ、無失点の成績で、前年の手術からの実戦復帰を果たした。シーズン終盤の9月30日は1軍登録され、1軍では3試合に登板した。2018年のオープン戦では、6試合で4回と2、3を投げ、無失点と左肘の手術から復活をアピールし、2年ぶりに開幕を1軍で迎えた。しかしシーズン初登板の3月31日の対、北海道日本ハムファイターズ戦で左肩に違和感を訴えて1試合も取れずに降板し、翌日に出場選手登録を抹消された。左肩関節痛の影響でその後は1軍、2軍とも登板することなくシーズンを終えた。10月29日、球団より来季の契約を結ばない旨が通告されたが、その際に合わせて報道されていた通り、11月14日に、育成選手として再契約した。背番号は123になったが、球団は高橋の復帰を期して元の背番号43を空き番にした。2019年1月にキャッチボールを再開し、ブルペンでの投球は続けていたが、この年のシーズン中に実戦登板は果たせなかった。秋季教育リーグの宮崎フェニックスリーグに参加し、10月28日の韓国、トサンベアーズ戦で約1年半ぶりの実戦復帰を果たす。その後は、秋季キャンプにも参加した。なお、育成選手制度に従い、10月31日に自由契約公示されたが、育成選手として再度契約している。再契約の際、ゼネラルマネージャーの渡辺久信からは、43番は、お前のために取っておいてあると再起を期待され、高橋本人も言われて嬉しかった。もう一回でいいからつけたいと奮起した。しかし、2020年も2軍公式戦への登板を果たせない日々が続き、8月に打撃投手を務めた際に強い痛みを覚えたこともきっかけに10月20日、現役引退を表明した。同日の引退会見にて、10月30日の対、読売ジャイアンツファーム最終戦、9回に、打者一人相手に引退登板する予定であることが発表されたが、現状についてホームベースに届くかもわからないと明かした。迎えた10月30日のファーム公式戦は予定通り9回無失2対2の同点の場面で登板。登板時には家族や GM の渡辺のほか、隣接するメットライフドームで試合を控えていた一軍投手陣らも練習を一時中断して、高橋の登板を見守りに来ていた。このことを知った高橋はブルペンでずっと泣いていたという。マウンドに上がる際には支配下登録時代の背番号43がコールされ、2軍戦では異例の登場曲も流された。イスラエルもた相手にストライクゾーンへの時速 106km の直球を投げ込むと、その1球でショートフライに打ち取り、現役最後の登板を締めくくった。試合後は2軍監督の松井稼頭央に促され、マウンド付近で10度胴上げされた。最終登板の際も、-100というレベルで肩の調子が非常に悪く、鎮痛剤を飲んで、当日に臨み、試合前に、同級生のファーム、育成グループスタッフである、大石達也とキャッチボールを行った際は、大丈夫だったものの、ブルペンでは星を座らせて投げることができない状態だった。モタに投げた1球の際、投げた瞬間にバコっていったという危ない状態で、1球で終わってよかったなって。三振は取りたかったですけどね、正直と振り返っている。試合翌日には、西武の公式 YouTube チャンネルに、高橋の選手最後の1日に密着した動画が投稿された。引退後は球団に残り、アカデミーのコーチとして野球少年たちの指導にあたる。その傍らフジテレビ2の野球解説者としても並行して活動する。ありがとうございます。